いかにもって感じの扉だな。ここが一番奥なのか？レナス・アルマと赤い女もこの中なのかな。ここまで来たからにはそうであってほしいものだな。おそらくここも王にしか開けられまい。アルフェン、お願い。どんな秘密が待っているか見極めよう。一般の居住区とは随分様子が違うわね。ああ、むしろこれは楔の中と同じだ。ダナの精霊力もあの時以上に感じるよ。レナの支配者のための区画にしてはおかしな感じだな。変わった趣味の持ち主なのかもしれないぜ。見た限り作られてからそれなりの歳月が経っている。趣味だとするならレネギス建造当時の誰かのものとなるか。ただこの異質さは芸術でいう大敗とも違う。なんだ芸術大敗？趣味も度が過ぎると奇妙奇抜に陥るという話だ。興味があるならじっくりと聞かせるが。それ聞いても腹は膨れないよな。芸術が満たすのは腹ではなく精神だ。なら精神が腹すかした時に頼むわ。頭なら大体いつも空っぽじゃない。やかましい！ボルラン、本当に生きていたのか。レナス・アルマもあるわ。それじゃあやはりここで奨励の儀を。だけどなんだか様子が変だよ。まったく気に至らん。諸力を糾合すべし、始まりの入り混じりより現れしよう。未だあるべきに至らざれば、よろずを煮えに。レナの採用、まことの王の見合い。何があったのだ。自我も失い、まるで機械の一部のようだ。ねえ見て、あれってこれは巫女の紋章じゃないか。まさかこの部屋全体が巫女の代わりを果たしているのか。一応稼働しているようだが、すでに儀式は行われた後なのか。その結果がレネギスの変形なら、儀式の目的はダナの精霊力を根こそぎ奪うことだったことになる。だが奪う理由は何だ。それほどの精霊力を黒幕は一体どうするつもりだ。わからない。だがどこかであの破滅につながっているのは確かだろう。それにダナから奪い続けるのを許すわけにはいかない。とにかくレナス・アルマを回収しよう。今の俺たちにも何より必要なものだ。いきなり襲ってきたりしないよな。脅かすな、ロハ。アルフェン！赤い女！
ようやく会えたな。お前には聞きたいことが山ほど。待て。何？同じ顔。何？何なのこいつら。ちょ。ないのか。お前たちが本当のレナの支配者なのか。どうやら話をする気はないと見える。ここは戦うしかないがあるぜ。このままだと私たちの方が危ない。分かった。とにかくこいつらを止めよう。マグナレイ絡め取る。はい、すらぬせ。やれるぜ。バラクルーナトラスター変えん。ノタテルテルトーラー。インテリーカノトラクマグナレイ。水のトラク投入エンガザ。クラータトラク。貴様の才能僕の刃の感じるぞ。精霊術攻撃に出る。倒れろ。やれるよ。投入エンガザ。私に任せて。ここだ。落ちて。まとめてクラッシュするわよ。ブラッシュの必要。大地の元に刻まって。バーンストライク。止めに来るぞ。影響が抜群だ。止め。輝け。交流レッドさん。止め。魔人天ストーリー。天天さん。ラスター氷雷を任せろ。ラスター氷雷連携魔人天使ホーラー俺に任せてけ。蒸発化だ。あいつの力となる。あがくがいい。水の力でインテリーカム立たせ。うっ三日月よ。魔人の発ここだ。マグナレイホーラーインテリーカムしっかりとフラッシュ。エンペスト戦士ホーラー輝け。こういうエンガタ気のられる状態がこれを落ちて。ブラッキーハウリング。残念に残念死ぬのに手がけのゲート炎が嵐に飲まれる。ここ入りだめ。炎よ真っ黒。こういうエンガタ三日月よ振り注げ。かわせるか。インテリーカム火の精霊術を。あんた水の精霊術を。ふざけろ。やれるぜ。攻撃に出る精霊。やっと当たれ。魔人テンスホーラー投入エンゲート止める。まだ動きを封じてる。ホーラー任せたまえ。交流レンガザ俺の真骨だ。カリオで勝ち抜け。カエンコーンザ遠く天然さ攻める。傷を治すわ。カエンコーンストリート。いけるよ。同じ時代に人間ホーラー脱ぎる。私を止めるよ。俺に任せてくれ。嵐に飲まれろ。傷を治すわ。人間ホーラー私なら落とせるわ。燃えろ。今年水の精霊ですよ。交流レンガザ一つ氷の槍よ。はい、私に任せて。こういうレンガマン体制の力となる。リジェネレーションウーナトラスター。魔人天使ホーラー。こういうレンガマン魔人天使今精霊術食らったようだ。一旦放った方がいい。いや、踏みとどまる。ブラッキーハウリング攻める。バーンストライクを止められるよ。任せたまえ。フリーズランバーかける炎よ。真っ黒で倒れろ。こういうレンガさんこの道が止まれ。インテリーカル風に舞え。マジンテンホーラー。この酔いは当てる。キルの必要。貴様の大砲。僕の刃が立ち切る。ウーナトラスター
諦めろ。これ以上は無意味だ。今度こそ降参したのか。精霊力、気をつけて。そいつまだ何かする気だよ。何？自爆だと？アルフ！大丈夫だ、なんとかかわした。ヒヤッとしたぜ。誰の許しを得ている？やろう、目を覚ましやがった。どこかと思えば。ここを知っているのか？当然だ、俺のために作られたのだからな。だがそんなことはいい。それより貴様の首に用がある。この後に及んでまだ俺が憎いのか？貴様は俺に傷をつけた。王であろうとなかろうと絶対に許さん。強がりはよしなさい。身動き一つできない身で。そう見えるか？こんなもので俺を縛りつけておけるなどと思うな。自分は支配者だからとでも言うつもり？王も鶴ども、すべて誰かの思惑で与えられた地位に過ぎないのに。しかもそれで同じ王のアルフェンを追い回したりして、支配者が聞いて呆れるぜ。さえずるな。王の力なぞ得て当然のものを得たに過ぎん。どうかな。すでに我々は王とは支配者ではなく、特定の能力と役割を与えられた者の故障だと知っている。君はかつて他にもダナからさらわれた者がいたと言ったな。ああ、何人もな。そして俺以外みんな死んだ。成功率の低さにもかかわらずそうしたということは、どうしてもダナ人でなくてはならない理由があったということだ。そしてあの研究施設の記録、君とボルラー、300年の開きはあるが、記録上の扱いは全く同じと言ってよかった。意味するところは明白だ。それってアルフェンみたいに連れ去られたってこと？なら、その前は？ダナの奴隷だ。俺たちと同じ。違うか、ボルラ。レナ人のふりをして同じダナ人を苦しめてたってのかよ。なぜだ。奴隷の苦しみを知っていたなら、なぜそれに加担したのだ。レナもダナも等しく無意味だ。俺とそれ以外あるのはただそれのみよ。俺は全てを手にし、その上に立つ。当然これも俺のものだ。赤い女、まだいたのかよ。レナにいる貴様らの主に伝えろ。俺を苔にした報いは必ず受けさせるとな。
めろ。レナス・アルマが。いかん、ここは危険だ。脱出するぞアルフェ。だが常に俺が後ろにいると知れ。行きましょう。忘れるな、俺は全てを食らう者、断じて末路う者にあらず。俺は支配者、俺は。ああ、問題ない。ボルランは死んだのでしょうか。そう願いたいものだ。あの赤い女たちも一体何だったの。あれが私たちの追っていた黒幕。レネギスの兵士やフィアリエを差し向けたのも。あの怪物どもがかよ。いや、それよりまたあいつらにレナス・アルマを取られちまった。これで二度目だ。取られたなら取り返すまでだ。俺たち自身のため、そして託された未来のためにも追うんだ。レナに向かおう。レナに。ボルランはレナに赤い女の主がいると言っていた。あの異形が赤い女の正体なら、その主というのは、ああ、人間ではない何かということもあり得るな。それが本当の黒幕ってこと。それがレナにいるの。レナス・アルマを持って今さらダナに向かうとも思えんしな。追うとすればレナ同感だ。よし、星船に戻ろう。それにしてもまさかボルラーンが本当にいるなんてな。レナもダナもあの男にとって何の意味もなかったようだな。俺たちと逆の意味でか。ボルランのことも驚きだが、赤い女があんな怪物だったとはな。ああ、人みたいな形はしてたけど、どう見たって人間じゃなかったよな。そうね、レナ人でもダナ人でもない。言葉が通じるのかさえ。人間から作ったズーグルとか。さらりと怖いこと言うなよ。シオンもティオハリムも見たことはないんだな。ない。が、あれがスルドの傍らに立ち続けた赤い女だというなら、少なくともこちらの言葉は理解していると見てよかろう。レナのこと、イバラのこと、聞けるものなら聞きたかった。自爆したのは差し違えてでも私たちを倒そうとしたからか、それとも何かを隠し通そうとした。どっちもありそうだよな。おまけにレナス・アルマも盗んでいきやがって。ああ、次に出くわした時は知ってることを洗いざらい聞きたいもんだ。
今だ東流煉瓦さん、よし、積みないやつは
やれるぞ。俺の中のフォローが。はい、こういう連合だ。楽をさせてもらった。作法が過ぎるな。叩きつける。昇竜連歌さん、昇竜連歌さん、この子らに当たったらやれるわ。バリラー忍者の勝利だ。逃さない。昇竜連歌さん、貫け。ゴーバショー、忍者トラップだ。やっと昇竜アンブジトラップだ。全然かやめとる。なんとか耐え抜いたか。邪魔よ。さらなる気を持つ。人間のみだ。恐竜連歌さん、よし、かかれ。バラバラにしてやる。あっちを踏み台で倒せるかな。やれるぞ。さあしよう。発展で足止めは任せたまえ。なあ、拳を温めとくぜ。かける戦闘が打ち込む。やってるぞ。やれるよ。これで終わりだ。もっと力が必要ね。どうしたんだ。真っ暗だぞ。照明が消えている。まさか金梁の奥が壊れたから。テューは、あんたは。フィアリー、アバキール、無事だったか。アバキールから聞いたわ。私があなたたちを襲ったってことを。覚えていないらしい。やはり操られていたのだな。タルニガスのことも聞いたわ。本当なの？
肯定も否定もしたところで意味はあるまい。あなたはいつもそうやって。フィアリエ、その話は後だ。ティオ、レネイスが大変なんだ。それは見ればわかる。都市の機関機構に障害が発生したんだ。一部はかろうじてまだ動いているが、復旧にもう少しかかる。君が対応しているのか？一級技工士の君が。それなら問題ないんじゃないの？住民の間で不安が爆発しそうなんだ。これまでいつだって何かあれば王が布告を出してきたのに、いつまで経ってもそれがないところにこれだ。このままじゃ復旧より先に暴動が起きるかもしれない。おそらく王が何か告げることは二度とあるまい。なんだって？どういう意味なんだ？王とは我々が思っていたような存在ではなかったということだ。おそらく存在しないと言った方がいいかもしれない。何を言い出すの？スルドのあなたが王を否定するなんて一体。今は説明している時間がない。それよりこのレネギスの状態を何とかした方がいい。暴動を抑えるんだな。何か考えがあるのか？暴動ってのは大体不満とか不安が引き起こすんだ。だから安心させてやるのが一番っていうぜ。安心？つまり誰かが言って聞かせるって。今このレネギスで一番上位にいるのは誰なんだ？レネギスは代官を置かず王が直接統治している、そういう話でしたね。そうだ。そしてスルドも残るは一人のみ。なるほど、こういう巡り合わせだったか。アバキール、まだ使える設備はあるか？王はなぜ沈黙したままなのだ？誰か、一体どうなってるの？我々はこれからどうなってしまうのか。レネギスの全ての同胞に告げる。私はスルド、ティオハリム・イルル・ケイス。ティオハリム様だわ。だがなぜティオハリム様なんだ？王は、それにスルドブリガはどうしたんだ？王が対応できない状況にあるため、スルドの権限において私が代行している。現在諸君が不安の中にあることは承知している。どうか慌てず落ち着いてほしい。都市の機関機能の一部に異常が発生しているが、すでに技師が対処しており、順次復旧する見込みだ。今諸君はかつてない不安と恐怖の中にあることだ。だが忘れないでもらいたい。レネギスは王やスルドによらず、まず諸君ら一人一人の連帯によって成り立っているのだ。我々が細かな違いにとらわれず心と力を合わせれば、必ずそこにより大きな希望が生じることだ。私は諸君と共にある。追い立てる者としてではなく、支え合う同胞の一人として、この困難を乗り越え共に明日に踏み出すため、どうか力を貸してほしい。みんな、あなたの言葉で安心したみたい。大きな混乱は起きていないわ。しばらくはこれでしのげるだろう。さっきの話は本当なの？王がいないかもしれないって。まだ断定はできない。だがおそらくそう考えて間違いあるまい。我々が信じてきた世界はその実まやかしに満ちていた。そんな。僕は信じるよ。禁漁でのことや
フィアリアのこと、みんな筋が通ってる。でもアバキール、権威は私たちの秩序の基盤なのよ。私たちには上に立つ者が必要だわ。いるじゃないか、ここに。あなたが本気なの？今はまだなすべきことがある身だが、ことが済めば戻ってこよう。だが私は王ではない。君たちが知るような形の支配をするつもりもない。でもそれならどうするつもり？まだわからない。だがおそらくレネギスにも新しい時代が来ることになる。そこでは人が生まれや精霊術ではなく、様々なものによって認められるようになるだろう。例えば音楽のような。再会した時、あなたは変わらないと言ったけど、本当はとっくに変わっていたのね、ティオ。ようやく私はあの人のタルニガスの死を受け入れられる気がする。君が戻るまではなんとかレネギスを持ちこたえさせる努力をするよ。頼む。メナンシアに戻るには時間がかかりそうですね。すまない。メナンシアの人たちは自分の面倒が見られます。でもここの人たちには導くものが必要でしょう。それにあなたがレナ人の町を導くなら、それだけ早くメナンシアの外にも共存が広がるはず。腹をくくったんだな。ありがたくも機会を得たからにはな。このティオハリム・イルル・ケリス、これより明日の聖者のために生きよう。昨日の死者のことは胸に留めつつ。支配者ではなく指導者として。ふん、君は時々難しいことを言う。どうやら当分あんたが暇になる日は来そうにないな。よし、船に戻ろう。レナに向かうんだ。レネギスの人たち安心できたみたいだな。ローの助言あってのことだ。おかげで助かった。語ったのは大将だぜ。じゃあみんなのお手柄だね。結局ある意味において私もまた奴隷だったのだろうな。レナのスルドだったあんたがか。レナの体制や価値観に縛られ、それに抗う意志も持たず、流されるままに諦めて生きてきた。過ちを悟った後はただ罰せられることだけを望んだ。そう、レナのスルドだった私がだ。俺も似たようなもんだったさ。従順な周りにイライラしながら、自分でもどうしていいかわからなかった。奴隷かそうでないかを分けるのは自分自身の主でいられるかどうか。ローの父親ジルファの言葉だ。ジルファは俺に戦うことを教えてくれたが、それは生きるためだった。たとえ道半ばで倒れたとしても、自分の意志でそれを選び後悔しないなら、それはもう奴隷ではない。逆にどれほどの高みに座していようと、心が自由でなければ奴隷と同じ。そうだ、今ならわかる。ジルファという男、つくづく会ってみたかったものだ。俺も今改めて尋ねてみたいよ。彼から渡された火を俺は正しく受け取れたのか。
君はいつから気づいていたのかね。何の話です。私が抱えていた影のことだ。前々から察していたようだが。それが今さら重要ですか。でもそうですね、メナンシアを後にした時からなんとなくは。そもそもの初めからか。まったく我ながら情けない限りだな。今のあなたは前に向かって進んでいます。後ろのことはもう必要ありません。きっと兄も誇らしく思っています。君に勝てる日は来そうにないな。それも必要ないことですよ。どうしたの、遠い目をして。そんな顔をしていたか。ええ、なんだか嬉しそうに見えたと思ったら悲しそうに見えたり。デュオハリムのこと。リンウェルは鋭いな。あの人が前に歩き出したことが嬉しくてな。ずっともどかしかった。初めからその気になればできるだけの力があったのに、自分で作った影に囚われて。でもようやくそれも終わった。だから嬉しい。じゃあ悲しそうなのは。別に悲しいことは何もない。ただそうだな、少し寂しさを感じている。おかしいな、もう心配する必要はないのだから。素直に喜ぶだけでいいはずなのに。キサラって本当お母さんみたいだね。そうね、子供が大きくなって手がかからなくなった母親の心境みたいなものなのかしら。大きい子供だね。本人が聞いたらどんな顔するだろうな。だがだからこそ今度は私が囚われているようではいけないな。あの人に置いていかれないよう私もしっかり前に進まなくてはな。
装備は見直したか？何使ったのか。レネギスで謎が解けるかと思ったら、むしろ逆だったな。ええ、それに目標も増えたわ。レネギスの改革。そうよね。未来のことはまだまだこれからだが、レナの支配の裏にある謎については次で決着がつくはずだ。うん、いよいよレナの本国なんだね。何が待ち受けているにせよ、本当の支配者の正体も赤い女もレナス・アルマもイバラも
全ての答えがきっとそこにある。みんな覚悟はいいか。向こうに着いたら何から始めるんだ。私たちはレナ本国について確かなことは何も知らないから、まずは状況を確かめるところからでしょうね。どこに降りるか次第では攻撃されないとも限らないぞ。都のようなものがあるなら。どうなった？何が起きた？座標が一瞬で全く違う場所に移動している。何？制御装置が入力を受け付けない。機関部もほぼ停止している。やばいのか？自力で動くことができなくなった。それもあの赤い女たちの仕業なのか？私たちを排除するためだというの？みんなあれを見ろ。レナに花が咲いた。まるでダナを養分にして咲いているみたい。レネギスが中継しているように見える。ではあれがレネギスの真の役割だったのか。あんな状態で中の人たちは大丈夫なんでしょうか？無事を祈るしかあるまい。くそ、どこまでダナから奪えば気が済むんだ！破滅の花。なんとかしてあそこに戻らないと。船は本当に動かないのか？残念ながら休眠していた時とは違う。直せないの？星船の機構は複雑だ。素人が下手にいじればそれこそ致命的な結果になりかねない。このまま漂うしかないってこと？閉じ込められたまま？いつまで？
冗談だろ。ここまで来て何もできないって言うのかよ。目の前でダナがいいようにされてるのに、ただここで口当てるしかないのか。よせろ。悔しいのはお前だけじゃない。悪い。諦めずに考えるんだ。きっと何か方法があるはずだ。アルフェン。今度は何だ。船が動いてる。違う。何かに引き寄せられている。されるがままに来たはいいけど、レネギスの様子に似ているな。レナ人、それともまた赤い女がいるのかな。わからん。だが我々を引き寄せた以上、誰かはいるはずだ。待ち伏せしているわけでもなさそうだ。誰だか知らないが、何のために俺たちをここに。おいシオン。私たちに危害を加える気なら星船に乗っている時にできたはず。行ってみるべきよ。ああシオン、いいところに。ちょっと手を貸して。ダメ。そうか、茨か。あ、悪い。いえ、私こそ言い方がきつくなってごめんなさい。ロウったら、ほんと気が回らないんだから。いいのよ、変に身構えられるよりずっと嬉しいわ。もちろんうっかり触れないように気はつけているけど。ねえ、聞いてもいい？触れられないのって寂しくならない？そうね、寂しくなるとかならないとかじゃなくて、受け入れるしかなかったから、いつの間にかそれが当たり前になっていて忘れていた気がするわ。自分が完全に一人なんだって思いはあったけど。一人、それって寂しさすら感じる余地がなかったってことだよね。大丈夫よ、今は違うもの。でも私はシオンに触れない。支えてあげたい時にできない。アルフェンだって。ありがとう。茨がある限りそれは変わらない。でもアルフェンは茨を倒すと約束してくれた。だからいつか、今すぐでなくてもいつかきっと叶うと信じてるわ。うん、私もいっぱいシオンをギューってしたい。約束だよ。シャレになんてことすんなよ。だってローってばやたらビクビクしてるんだもん。しょうがねえだろ、こんなとこで平然としてられる方がどうかしてるっての。だからさ、ローがそんなだとこっちまで不安になってくるんだよ。フル、ああ悪い。用心は大事だが、それで動きが鈍らないようにしなければな。それにしても、あの星船から見た光景。ああ、
俺たちの世界ってあんな形してたんだな。ダナからいつもレナを見てたから、世界が丸いのはそうなんだろうって思ってたけど、でもそのレナが本当はあんな形をしてたなんて。花もだけど、何なのあれ。わからないわ、私も思いもよらなかった。まさかあんな割れた卵のような。レナとダナ、どちらの世界も星の海に浮かぶ球体だと我々は教えられてきた。だが大や鋭ぶりがどころか本国の姿すら偽りであったと。ティオハリム、何者なんだ。俺たちをここに呼んだのは。星船ごと我々を引き寄せた、ただ者ではない。きっとこの、あのダナとレナをつないだ光、レナからのが最初だったな。ええ、それにダナの側が答えたように見えたわ。最初のはクサビとレネギスをもう一度目覚めさせるレナからの指令だったと見るべきだろうな。やはりレナに黒幕がいるのは間違いなさそうだな。だが目的は何だ。何のためにダナの精霊力を奪う。焦らないで、わからないことをいくら考えても仕方がないわ。どうしたの。いや、ジルファにも同じことを言われたなと思って。進歩がないな、俺は。それでもここまで来たじゃない。気づいたら直せばいいだけだから、進むことをやめる必要はないわ。